はい、次に森裕子さん。生活の党の森裕子でございます。今日は3人の公述人の先生方、大変、有意義なお話ありがとうございました。それぞれの先生方のご主張、いろいろと立場違い、また視点も違うんですけれども、大変興味深く聞き入っておりました。でまず、孫崎公述人に質問をさせていただきたいと思います。先般主権回復の日ということで式典が開催をされました。非常に、これシンプルな疑問なんですけれども、いわゆる保守論客と言われる人たち、それから特に、安倍政権、安倍総理をはじめ、日本の独立だ、自立だと声高に言う方たちは、なぜか、これ印象としてなんですけれども、米国に対しては、特にこの間の日米首脳会談もここまでお土産を持っていくのかとか、あまりこう戦略的に、我が国の、国益をできるだけ確保するような、主張をされていないのではないか、というふうに、なぜか保守であるというふうに、自らおっしゃっている方に限ってですね、対米追従ではないかというふうな印象を持つような、言動というふうに思うんですけれども、なぜそういうふうになるのか、そうでないというならそうではないというふうにおっしゃっていただきたいと思いますし、なぜそのようなことになるのかということについて、先生、もしご見解があればお聞かせいただきたいと思います。はい、孫崎公述人。はい。主権回復の日、これは二つのものがありました。一つはサンフランシスコ条約で日本が独立するということ。もう一つは日米安保条約です。そして日米安保条約とともに地位協定があった。この日米安保条約を作るときに、ダラスがどのようなことを言ったのか、アメリカの交渉。我々が望むだけの軍隊を望む場所に、望む機関だけ持つ。これが今日まで続いてるんですよね。ですから、世界を見渡していただければ、外国の軍隊が自分たちの思うような条件で居続ける、こんな国はほとんどないですよ。ということで、政治家、役人も含め、日本の国に対して奉仕するもの、それは少なくとも外国の軍隊が不必要に、そして、一方的な条件でいるという状況は少なくとも直していかなきゃいけない。これが主権回復の日の欠けている論点だったと思っています。森さん。はい、ありがとうございます。今のご指摘、私も共感をさせていただきたいと思います。まず我が国がどのように自らの主権を守っていくのか、どう考えていくのかということについて、まずは虚心坦懐に米国と話をするというところからスタートしなければならないのかなというふうに思っているところです。ところで三宅参考人に公述人に伺いたいんですけれども、そういう意味で言いますと、先ほど孫崎公述人からご指摘のありました、イラク戦争についての、検証ということについては、まだきちんと我が国においてはなされていないというふうに、私もそのように理解をしております。米国そして、英国においても検証がなされているというふうに、私は認識しているところですけれども、三宅参考人は、中東についてもお詳しいということもありますけれども、イラク戦争については、どのように評価をされていらっしゃるでしょうか。三宅公述人。中東はアフリカ局長になったような気分でありますが、私は82年から2年間バグダッドに、最初の勤務が、アラビア語研修が終わった後の最初の勤務がバグダッドでした。申し訳ないけども、非常に厳しい独裁政権。多くの人が、理不尽に殺されていきました。これがイラクの実態であったと思います。それから、それが82年でありますが、それから20年、全く変わらない。そして、類似の
国連安保理決議というものをすべて無視をし、そして、十分な検証を受け入れなかった。これによって、国連安保理決議に基づいて武力行使が行われたと考えております。はい、堀さん。しかし、ここで三宅公実委員と論争するつもりはございませんけれども、大量破壊兵器というものはなかったわけでございまして、その大前提のところが崩れているという指摘もございます。その公実委員と、ここはその論争する場でもございませんので、次の質問に移りたいと思うんですけれども、富坂参考人に北朝鮮問題について伺いたいと思います。事前にいただいた資料にも書いてありましたけれども、北朝鮮が国際的に孤立をしているかというと、そうではないという記述がございました。私もそれは実感をいたしております。新潟県選出でございまして、北朝鮮拉致問題に関わる中で、国際的な世論を高めようということで、各国と協調して、各国の議員とですね、連携してというような活動も行いましたけれども、非常に北朝鮮というのはしたたかで、特にキム・ジョンイルの時には非常にしたたかで、今何カ国なんでしょうか、130カ国以上の国と国交があり、しかも、政党の代表として、海外からおいでになる国の、東南アジア諸国の代表、あるいは各国の議員の皆さんとお話をするときに、北朝鮮の拉致問題の解決にぜひ協力をしてくださいという話をしますと、それまでとはその態度が一変して、北朝鮮の肩を持つような発言をされる国が大変多かったと。いうことで、その現実というものを私たちは、見なければならないというふうに思っております。今の、政権が変わったわけですけれども、そのジャーナリストという立場でいろんな情報をまた掴んでいらっしゃるかと思いますけれども、この北朝鮮問題についてもう少し、ご解説をいただければと思います。はい、富坂公実委員。はい、ご指摘の通りだと思います。で、実際に核実験を最初に、核疑惑が出て以降もですね、外交関係を結ぶ国が増えているわけですね。ですけど、日本から見ているとですね、孤立して明日にでも崩壊するという報道一辺倒ですね。だからこれはある種ちょっとその願望がですね、記事になっちゃってるようなところがありまして、正確ではないと思います。で、実際にその、北朝鮮をめぐる動きというのはですね、北朝鮮も非常に準備がよくできていて、例えば原油の問題にしてもですね、銀行の問題にしても、これは制裁されることを前提で挑発に出ていると思いますので、それを止めたところでですね、即座に効果があるということは私は期待できないと思います。で、その一方でですね、日本がその北朝鮮をめぐる外交の中でですね、世界各国とすごくこう私はずれているなと思うところが一点あるんですけども、それはですね、一つその北朝鮮をめぐるテーブルに着いたときにですね、日本はですね、割と真面目に北朝鮮から核兵器を取り上げるとかですね、そういったことを考える、これ一生懸命そこに向かっていくんですけれども、ただ各国その一緒にテーブルを囲んでいる人たちが考えていることはですね、一つのその北朝鮮から核をなくすと朝鮮半島の非核化というゲームの中でですね、それが終わったときに自分がいかにその有利なポジションを他の関係のした国の中で得るかという、もう一つのですね、価値観を持って臨んでいるということですね。ですからもう少しその複雑なゲームを、日本以外の国は戦っているということがあります。で、そういう中で特にその際立っているのが中国で、中国はですね、6カ国協議重要だとは言いますけども、ただ現実にはですね、やっぱりこれはもう二国間で北朝鮮と向き合っていこうということはもう明らかだと思います。ですから、その2008年ぐらいからですね、もう急速に北朝鮮との距離を縮める外交に転じています。で、2009年には、中朝友好年というのを定めましてですね、往来を加速した。しかしここのところに来てですね、やはりその、国民の突き上げもあってですね、北朝鮮に対して、で、実際にはその、自分たちがあまり影響力ないということもだんだんと世界も分かってきたということも分かりつつあるので、少しずつ態度を変えていますけれども、ただその、今のところ北朝鮮を取り囲む状況というのは決め手を持っている国は一つもないし、決め手を持っているその、状況もないというふうに私は見ています。はい、森裕子さん。北朝鮮の、核ミサイル、そして何よりも
まあ、同胞がまだ拉致された状態なわけですから、この拉致問題を解決するためには、大変上なようですけれども、やはり国際協調、国際世論を高めていく、日本に協力してくれる国、一生懸命協力してくれる国を増やしていくということをに力を注ぐべきだというふうに思っております。まあ、そういう意味で日本は国際社会に対する、まあ、宣伝がやはり相変わらず下手であると。で、一方で今回、まあ、やっぱり口実を与えてはいけないわけですよね。ファシストの復活であるという口実、そういう宣伝の材料を与えてはいけないわけでして、まあ、日本はこんなに平和で、平和を愛し、協調的な、そして自然とも共生の理念を持っている、そういう国民性はないの、日本人以外にはないというふうに我々は思っているわけですけれども、上手に宣伝し、対外的にそういうことを発信しなければ理解してもらえないわけで、まあ、私も非常に家庭的で、まあ、優しいと自分では思っているんですけど、これは宣伝しなければ誰にも分かってもらえないわけですから、そういう意味で、まあ、このファシストの復活と、日本の右傾化という誤ったマイナスのメッセージが、これ以上拡散しないように、というふうに思いますので、富坂さん、口述人のおっしゃった意見には非常に私は、同感できます。まあ、そういう意味で日本としてもっとここを宣伝していくべきであるというふうにアドバイスがあればいただきたいのと、合わせて三宅参考人には先ほどのお話ですと、安倍内閣のブレインということですので、ぜひ今のような視点で安倍内閣に対してサジェスチョンをされてはいかがかというふうに思いますので、その点について何かご意見があればぜひお願いします。はい、富坂口実に委員長、よろしくお願いします。ご指摘ありがとうございます。森先生が非常にその優しい方ということは、私もよく存じてありがとうございますので、宣伝上手じゃないかなと思います。日本もぜひ、先生に習っていただけたらと思いますが、そういう意味で、言いますとですね、やはり、日本というところは、内向きな、ところが時々ありまして、それをそのまま海外に出してしまうとですね、非常にその誤解されるということがあってですね、で、特に私らの世代ですけれども、60年間平和を通したということはですね、これは、十分に、世界に対して通用する価値観だと思うんです。で、ひょっとするとですね、その60年間をわざわざ否定してですね、まあ、世界がその持っているその最もまあその先鋭的な部分の最後尾につく必要はないかなと、まあ、私は思います。でむしろその何と言いますかですね、こう私らの世代の持っているその一つの特徴としてですね、軍備を拡張することに対して制限を加えられたので、逆にですね、それに対してオールマイティな考え方をしすぎるというのがありましてですね、ただその実際にその非常にその武力だけで他国を言うことを聞かせるとかですね、そういうことっていうのは個人のベースでもなかなか難しいことであると思うんですよね。ですからそういう意味でその価値観のその有用性っていうのは実際どうなのかなというのはね、やっぱりきちっと考えていって、むしろ日本としてその森先生がおっしゃられたようなですね、価値観を一つの形にして、分かりやすい一言でですね、世界にアピールできるような宣伝戦を仕掛けていけたらより効果的かなというふうに考えます。はい、次で宮城参考人。私は誰かのブレーンだとかなんとかおっしゃる方がおられましたけれども、確かに7年前に私が公邸連絡調整官であったことは事実であります。しかし今は全く違います。私は独立した一研究者であり、それ以上でもそれ以下でもありません。もし私が本当にブレーンであれば、この場所にはいません。その誤解のないようにしていただきたいと思います。森さん。
はい、あ、失礼しました。孫崎口述に最後にですね、TPP、あ、すいません、一言で結構でございますけれども、まあ、TPP、その他、我が国の進むべき外交、一言でというのは大変ですけれども、これだけはというのが一言ありましたら、よろしくお願いいたします。どうぞ、TPP、孫崎、恐縮です。どうぞ、恐縮です。TPP を含め、実態をしっかり見極める、これが一番重要なことだと思っています。はい、ありがとうございました。どうも。